速やらかしました。はい、ちょっとお待ちください。できないんだよな。はい、2月2日のあの握手会でやる予定だったんですけど、なんか春が終わっちゃって、なんかこれ着れなくなるのもあれだなと思って来ました。イエイ、握手会しよう。でもこんなの着ないもん。パジャマちゃうで、これかわいい服や。そういえばそんなこと言ってない。そうそうそう、だけど本当に着れなくなるのもなんかあれだなと思ったので、とりあえず今日なんかできる間に、うん、かわいい、ありがとう。あ、かわいい、ありがとう。ガーリーだ、イエス。そう、普段ねジャージだけど、今回は下もジャージじゃないで。そう、ツインユーかわいい、ありがとうございます。レア、スカート、そうそうそう、チョコレートっぽいなんかスカート、なんか変わったやつ。ちょっとテロップ変えよう。テロップはしよっかな。めっちゃ可愛い、ありがとう。まだ中学生のイメージがある。あのね、ゆう思ったんだけど、この格好をする予定だった時がまだ中学生の時だったから、なんかまだできるかなって思ったんだけど、今実際問題高校生だから、まあ高校生てんてんてんっていう感じかな。次おめでとう、ありがとうございます。ね、こんなツインテール優勝もしないと思う。レアだよ。次でもできる、まあできなくもないけど、まあ、優がやるかって言われたらって感じ。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。全然ありよりのありすぎて、ご遠慮とはね、ありよりのありですか、よかった、イエーイ。握手券はあるよ、そうそうそう、いつ握手会があるか分かんないから、もしそれが夏になってしまった場合、この格好をするかって言われたらしないかもしれないから、今日一応来ました。これだから、あの、ゆう今日タグ切ったの、残してたというか、なんかこうハンガーにこうかけたまんまだったから、これは握手会で見たかったねー。ゆうゆう、はい、何？レアだね、そう、レア、割とレアだよ。だから、ま、レア。前髪綺麗に揃ったら、あ、そう、今日もね、切ったの。今日も切ったの。この間も切ったけど。全身のやつとかインスタで上げてほしい。全身ね、撮れないんだよね、家の中で。なんか家が、なんかそんな鏡みたいなものがないから、撮れないんですけど。かわいい、ありがとう。なんかね、全身可愛いんですよ。でもこれ見えないかな、椅子の上に。こういうやつです。可愛いんです、とりあえず。可愛いけども、まあ、ゆうは、キーキー言ってる。お前まで攻めてみよう。無理。お前は無理や。マジ眉毛になっちゃう。インスタ苦手なゆう。そう、ゆうめっちゃインスタ苦手。難しいんだよな、おしゃれにできないから。バナ、ありがとう。可愛いスカート、そう、可愛いの。だからこのスカートもね、今まで履いてなかったんだけど、もう今日から解禁していこうと思って、もういろんな服に。今日が誕生日です、おめでとう。そう、ゆうがおしゃれになってる。そう、なんかね、まあ、一応高校生になりました。ありがとうございます。
そう、写真撮るのもちょっとめんどくさい人間だから撮らないんですけど、普段から。休みでもちゃんと着替えてんの。あ、着替えた今日は。だけど今日は着替えた服からまたさらに着替えた。今日はなんかね、どこにも出ないけどね。メイクしてる、してよ今日。でもちょっとこっちの目がね、あの眼科通ってる方ですとか言っちゃって。ユウのチンカム、いやユウね、こんなことやんないからね。久々と言いますか、まあ珍しいって感じです。でもマジでユウ髪の毛の伸びたし量も多いからツインテールが合わないんですよね。ユウありがとう。感情全然違いますとか思ってるだけかもしれないけど、巻いたりしないのにちょっとめんどくさくて。目原因なんだったのわかんないんだけど、この上のとこがちょっと、これはアイシャドウで隠してるんですけど、あざみたいになっちゃって、目が2日前は開かなかったんですよ。もう今日治った。次はポニーテール。ポニーテールでもポニーテールの方が楽。普段はそう。おいさ、おやすみです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。安定の涙袋、涙袋ね、そういや、そんな泣くのかなと思うんだけど、髪の毛が泣くから涙袋があるかって言われたらそうではないと思うんですけども、そうなんです。ちょっとイヤリングからこっちに変えます。これでもザって感じでしょ。あとゲストの新パーソナリティおめでとう、ありがとうございます。今日ラジオ放送でございます。かわいい、ありがとうございます。Thank you。 こんばんは。元気ですか？元気です。めっちゃ元気。元気すぎてもうね、おうち時間どうやって過ごそうか日々迷ってるとこでございます。かわいい、ありがとう。尊いも尊い、尊いって言葉いいよね。いい、いいもいいと思う。推しが尊い。勉強してるの？学校がないし課題がねまだ来てないんでごわす。何し今の漫画読んでる？読んでるよ。ここに今漫画がこの優の正面にずっしりとございます。長井丸さんぐったりさん尊いハート、いいね、ありがとう。ごわす尊い。でもこのさ、なんていうの、ピンク、ピンクは何のイメージだろう。ピンク、ピンク、いちご、いちごが今似合ってるイメージ。言うピンクってなんだろう。うさぎ。高校生はどんなカバンで、このカバンはね、これ使って癒す。ザアイドルね、いちごとかさ、その辺はザアイドル感強いよね。わかる。その服はどこで買ったの？109行きました、めっちゃ前に。で買っててずっとね袋に入ったまま取ってたんだけど、そうするとなんかもう使えなくなっちゃいそうだから。
ナウイ109。そうなんでございます。バラン、おしゃれなとこや。それな、なんか店全部おしゃれすぎて、ユーニーもう入れない。これはもう犬だよね。これ横は犬で、上はウサギで、下はなんだろう、卑弥呼様。三色団子かわいよ。なんか三色団子、でも全然関係ない話なんですけども、三色団子って味って全部一緒ですか？それ知らなかった、知らないんだけど、一緒なのかな、違うよね。一緒なんや、リアルサンリオか。あ、待って、ユウがちょっとタイムまで、今サンリオのね投票やってるんですけども、こちらマロンクリーム、ユウがこれに投票しました。マロンクリームです。知ってますか、これに投票しましたよ。ユウはかわいいね。同じじゃないよ。あ、そうなんだ。コギミョンちゃんか、コギミョンちゃんか、コギミョン可愛いよね。でも黄色と白のね、あれだよね。ユウの投稿で名前知った。マジで？ユウのインスタで見たから同じの投票して、さすが素晴らしい。髪の毛の量が多いっす。バツ丸くんじゃなかった、バツ丸くん好きよ。だからバツ丸くんもいいなと思ったんだけど、あの東京の方のドンキ行った時にこれに出会ったんですけども、これなんか普通に言う、あの愛知のドンキでこれに出会って来なかったからさ、えって思って、松丸くんのこれも今集めてるっていうか探してます。髪の毛分けてください。分けたいよねっていうか、言う量が多いのが嫌だから。それはヘアピンっていうか、なんかメイクするときに使ってます。関係ないけど、バツ丸くんと誕生日一緒です。おー、すごい。キティとシナも人気すぎ。まあね、まあサンリオと言ったら的なとこはあるから。逆にこれとかとか言っちゃった。マロンクリームとかあんまり知られてないかもしれないから、ハンギョドン、あー良いよね。ドンキ60店舗ぐらい行ってる。なんで、すごい、ドンキオタク、オタクてかマニア。ユウはヒルール逆転してる。逆転はしてないかな。あ、でも寝るの最近は早くなったけど、まあ遅いに遅いかな。若い時は髪が多いと悩んでたのに。あ、そうなんだ。ユウもね、髪の毛がボンバーって感じだから広がっちゃうんだよね、すぐに。だから嫌なの。部活は入らないかな。入ると休めなそう。ポンポンムープリン可愛いよね。誰もが可愛いと思う気がする。
っぱりでも髪の毛なんかおなんていうの量が多いよりなんかさっぱりすっきりしてる方がなんか見ててなんかすっきりしてるなってなりません？元気そうでよかった。今から晩ご飯行ってくる。あ、いってらっしゃいませって思った言うわ。わかんないけども、お姉さんのアイドル前つなぎリレー見た。あ、見ました見ました。てかユウに回されそうになってユウがちょっとその時は目がボンボコだったので却下しました。やったぜやったぜやったぜ。絵描こうかな。絵描きます。何にしようかな。まあ、いや、絵下手なんですけどね。なんかお題ください。何の絵描くの？お題欲しいな。紙とペンね。紙とこれマッキーポンポンプリン。え、ゆうさあれだよ、あの多分そのなんとなくの感じで描くから。え、どんなんだったっけ。あ、でも雰囲気は掴んでるかもしれない。これポムポムプリンです。イエーイ、スクショタイム。あ、いいね。次はシナモロール。あ、いいね。シナモロール、まあ、こんな感じだよ。でもさ、いや、お題っていうかその絵がないから。え、めっちゃわかんないけど。でもあのその今その写真みたいなのがないから描けないんだけど、でもなんか写真があったら描ける。いう結構イエイ。これシナモロール、これポンポンプリン。かわいいやろ。ヤッホーヤッホー、久しぶり。何してんの。絵を描いております。もっとふわふわしてたよな。あ、確かに。じゃあちょっともうちょっと簡単なやつ欲しいな。お題ちょっと絵のお題を簡単めの。間違い探しじゃないよ。トゥトゥトゥ。あ、でもね、言うね、ドラえもんとかなんか謎にめっちゃうまいの。これは本当になんか冗談抜きでうまいから。結構なんかドラえもんなんかめっちゃ本当に一時期ドラえもんしか書いてないレベルでめっちゃ練習して、練習した成果が多分出る。ドラえもんに関してはめっちゃマジ練習した。一日書き続けたってことがあった。ほら、なんかドラえもんは本当にめっちゃ練習したの。なんかドラえもん書いてみたいなと思って。え、ドラえもん普通にうまくてくさ。そう、ドラえもんね、本当にめっちゃ練習したんです。本当に練習したの。食パンマンも練習したことはある。なんかアンパンマンシリーズ系のものを描いてみたいなって思って、こんな感じだよね。ちょっと立体感がある方がいいよね。これでーす。これは食パンマン。なんかもうこれもなんかアンパンマン系はなんか割と
書きやすさがあるので、ここになんか立体的な、ここ横側から見てもみたいな感じかな。でもなんかちょっとお題もね、あの写真がないから、本当に写真があったらねできるの余裕。くま、ありがとう。あ、ミッキーね、もう描けます。確かなんかでもその辺のなんか有名キャラクターは練習したことが1回ある、1回ずつね多分あると思うので、形はわかるんです、ディズニー大好きだから。でもそれがねうまく描けるかっていう、なんかでも誰だって言われたらわかるでしょ。まあこんな感じですかね。スヌーピーはめっちゃ練習した。これはなんかドラえもんスヌーピーはね練習したんよな。なんかそのスヌーピーなんか学校で流行って、なんかそこでなんかみんなスヌーピー描くの上手だったから、ユウも練習しました。まあでも割となんか正面から描くとちょっと難しいかなと思ったから動画をオンにしてみました。選べる。あ、でもちびまる子ちゃんか。ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃんね。なんかちびまる子ちゃんとかさ、なんか自分でそういう系のキャラクター作ったことある。でもちびまる子ちゃん見たことないんだよな、アニメで。あ、でも雰囲気掴んでるわ。笑ってるから。ん？これ。どう？いけてる？いけてるよね。のろさん？あ、野口さんか。何？の野口さんってキャラクターがいるの？ふん。まるちゃん見たことないの？うん、まるちゃん見たことない。まるちゃんとしんちゃんは見たことないの。あ、他にめっちゃ練習しましたシリーズある。ドラミちゃん、ドラミちゃんは初めて見た時に可愛いなって思って、そっから練習しまくった。から自信はあり。かわいい。
でしょ、これ練習した。あ、パチ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 、ありがとうございます。帰りしょ。じゃあのび太、のび太ね、のび太もドラえもんもあんまり見たことないからわかんないんだけど、でも人間描くの結構好きだからパッツンだよね。で、メガネかけてて、あ、めっちゃそうだ、でなんか結構シャツってイメージ、ボタンついてる。伸びた伸びた、うん、伸びた伸びた伸び伸びたでしょ。違う、なんかシャツ着てるイメージ。でも、いや見たことないから、見たことないっていうか、そんなあのジロジロと見たことないから。いう鬼滅読んでますよ、髪長い。あ、ほんと？なんかこんぐらいかなって思ったけど、人をかけるのはすごいでしょ。これのび太くんです。クラピカ、クラピカとかそういうなんかガチ人間っぽいのはむずくてかけないけど、鬼滅の禰豆子が入ってる箱書いてよ。え、箱？でも絵がないからね。これランドセルっぽいリュック、こんな感じですかね。炭治郎むずいな、この額の傷ぐらいしか描けないけど。でもそのなんていうの、完璧、自分のちょっと待って、いいこれせ、これに炭治郎がいたのでちょっとこれをね元にして描いていきたいと思います。じゃあお絵描きにしよう。ちょっとカンニングさせてもらおうかなと思います。でもカンニングしても、ね、あの描けないのよ。日の神神楽ということでね、まあ、こんな感じよね。でも髪の毛がねジグジグの人描けないんだよね。描けない、難しい。いう漫画読んでるだけだからね、決して漫画家じゃない。でもちょっと雰囲気ありますね、雰囲気あります。どうや？炭治郎ですね。雰囲気悪い。
でしょでしょ。割と。まあまああり。お、うまって。嬉しい。やったね。強くなれる。どうすか。いいでしょ。まあ、そこそこ。そこそこいいですね。うまいよ、ありがとうございます。いいんじゃない、まあ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 いいか。あ、そうだ、いいよ。それでね、ちょっとみんなに言いたかったことがあったんですけど、あのゆうの同級生かな、同級生、同級生ですかね、あの10期生の子、同級生、10期生、10期生、11期生、 11?10? どっちですか、どっちだ、10かな、ないですね、10期生の子っていますよね、言う指輪するんだ、します。今は10期生、そうそうそう、10期生の、ちょっと待ってよ、え、じゃあ、ま、10期生、10期生が一番新しいですよね。でもない年の子いませんか、言う、まこちゃんは9期生のないです、10期生にいないかな、いるって思ったんだけど、沢田さん、そう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 、そうだが、さっきショールームやってましたよね。でその時になんかあれ同い年かなと思ってポチッと押したら歌を歌ってたんですけど、めっちゃうまくてビビりました。多分同い年だと思います。その子が歌ってたのかな、ちょっとそれは分かんなかったんだけど、歌歌ってるなと思って聞いてたらめっちゃうまくて、えー、みたいな、超びっくりしました。だから多分同い年の子が歌ってたんだと思うんだけど、合ってますか、歌ってた子、ちょっと分かんなかった、あんまり詳しくないので全然分かんないです。よく歌ってる、あ、そうなんだ、すごい、妹がうまい、あ、そうなの、こいつ同い年だ、じゃあ一緒だ、多分そう、2004年生まれ、同い年、名前も音楽っぽいね、そうなの、下がった、何さん、あ、なんていうの、あの、あ、会ったことはあるんだけど喋ったことがなくて、かの、うわー、もう音楽っ子って感じがする、そうなんや、すげえ、音楽の才能マジでないのですごいいい、すごいなと思います、めっちゃすごい、マジか、かのいいですね、奏でる音やって、すごい才能がある。素晴らしい。すごいうまって思いました。めっちゃ全然。アンナちゃんとミレイちゃんとトリオ。アナンちゃん、アナンちゃんとミレイちゃんとのトリオ。トリオ。トリオって3人組？兄弟？兄弟。ハート。お絵かきって言ってるけど、
お絵かきしてないからテロップ変えます。スクールでボイトレすればいい。ボイトレね、紙フレのライブがあるってなってからボイトレやってるんですけど、今はなくなっていろいろあってないんですけど、ミレイちゃん配信で踊ってはった。すごい、かわいい。一番若い子だよね。今日は何しました？ですね、今日は思い出しました。ちょっと待って、あれ何だったっけ。そう、お菓子をっていうか、あのキノコのお菓子ありますよね。キノコのお菓子のなんか自分で作るやつを作ってました。はい、そんな感じで。キノコ派が、あ、ゆはタケノコ派でございます。だけどキノコのやつが自分で作れるやつだったから自分で作りました。タケノコの外が美味しいよね。チョコを固めるってこと。イエス、型にね、はめるだけっていう簡単な作業です。最近は和菓子にめっちゃハマってます。マジ和菓子最強説。こしあんがうまい。鬼滅の映画決まったね。それな、三色団子嬉しい。和菓子最強ですからね。桜餅の葉っぱ食べる？桜餅食べない派です。栗きんとんも大好き。それもなんか言うたら和菓子部門ですよね。特にどれが、こしあんのなんか和菓子全般的に粒よりこしあんって勝手に思っております。ちょっともうこの格好もね、別にこの格好で配信しなくても良い話になっちゃってるので、ちょっといろいろとやめていこうと思います。あんまき、あんまん、あんまん、あんまんって何、あんまんって、あ、肉まん、あんまん、あんまんは腰だったら好き。髪の毛がボッコソボソになりました。ウイロー好き。ウイローもね好きだよ。ウイローも好きですけども、なんかツインテール賞味優だったら需要ないんですよね。なんかもう高校1年生でございますのでね。目つっちゃうんだよな。ティレレティティ雰囲気変わりない。そうでも、ゆう普段ポニーテールなんでね。普段このこれで学校行ってるんで、中学校からずっとそうです。いや、言うて小学校からこうですね。ポニーテールアピールポニーテールアピールです。どうですか。JK ヤッホーヤッホー。そうなんです。まあ一応ね、こんな服着てるんでピンクでもしときましょう。肩に噛みついていけないかな。
いや全然そんな、いやでもちょっとガチで今ちょっと頭痛いんで、これ締め付けられるんですよね、言うてガチでしちゃって頭がグーって触覚たらんってしてる、触覚こんなに長いっす。言うが JK なのもう時の流れが早い、それだーほんま JK や、早いわそれだー、締め付けたよね、それだー、そうなんですよ、めっちゃ JK の自覚出た。あーで出てないことはないんですけど、でも特に JK と JC 何が違うかって言われたら年齢ですとしか答えられません。この妹が欲しいわ。ゆう妹に妹か、そうね確かに妹でもありお姉ちゃんでもあるんですけど、まあ、個人的には、まあ、ちゃんと、まあ、空気が読める子だと思っております。キュー太郎さんな、それなそれなそれそれそれな、この状況だとアクシデルやつもはかどらないね。うんそうなんです、これ見てめっちゃ大きい、イエーイ、これは前髪がねちょっとダメなんです、前髪の櫛がね、それのとこ絞ってまた広がる感じが可愛い、ね、あこういう感じですね、可愛いね。大谷ちゃん髪型変えました、で小出しもいける、あでも公園とかでやりますよたまに、でも最近なんかいろんな髪型をやろうと思って、それこそちょっとポイントで外しますね、うわもうこうなるから嫌なんですよ、はいこうします、口ないかな、口がないかな、髪を抜くわ、嫌やろ、え、くしの、なんか64にして髪の毛こっちに送るんです、まあこれストレートじゃないからできないんだけど、ちょっとこれもいいや、やめよう、あはい64に回してそっから髪の毛を分けるというやつをやろうと思ったんだけどやめます、ピンでね、しかもそういう衣装増えてるよね、あでも言うデコね広いんすよ、デコ広し、これ入らなかった、しくった、もう一回入れます、だからこの64にしないからでっかいピンつけると変になるんですよ、わかりますか、なのでちょっとデコ出すの嫌なんですよね、しかも言うね、まあ、パッツンが好きなんです自分で言うのもなんですが、なんかデコ出てたら確かに視界はいいんですけど、視界は広いだけどちょっとデコ広いんで嫌なんですよね、まあ、デコ広い人美人って言うから、まあ、ちょっとそれをね、まあ、自分で刻んで、まあ、頑張ってるんですけど、まあ、デコ出した方が取りやすい、なんか確かにそれがあるかもしれない、ちょっとやっぱり結びます、ちょっと邪魔です、触覚が消えた、嘘やろ、美人さんです、あー皆さん本当に言わせた感があるけどめっちゃありがとうございます、すいません、触覚大事、結構大事、編み込みとかやる、なんか自分でやるのめっちゃもうなんか下手くそだから、公園とかだったらやるかもしれないけど、高校もポニーで行くの、なんか迷ってます、
ポニーテールのが楽だから、なんか書くときとかめっちゃ楽じゃないですか。だからユウはポニーテール派なんです。何事も何時も。楽だしね。簡単ですね。ご飯食べるとき楽。確かに、なんかご飯食べるときはなんか髪の毛降りてたらさ、あれだもんね。わかります。このユウどうですか、このパッツンパッツン前髪、このパッツン具合どうすか。ラーメン食べるときとか、そうね、あのラーメン食べるときはこうやってこっちに耳かけるんですよ。だから片っぽだけ錯覚でちょっと気に入ってるんですけども、まあ、こうやってやったらすぐ出せるのでね、まあ、これ引き出しみたいな感じ。パッツンよき。そう、2日に1回ぐらい自分で切ってます。この1本とか見つけて、切りますね。そう、触覚引き出しなんですよ、マジで。マジで引き出し。ユウはカラコンしてるの？してないっすね。でもユウ、あの本当にね、カラコンしてみたいなって思うんです。なんかめっちゃすごい色とかあるじゃないですか。なんか普通にやってみたいなと思うんですけど、自分目が弱くてですね、コンタクトとかも入れれるような目ではなくて、何も入らないんですこの目に。そう、ほんと砂とか入るとすぐにですね、こう炎症が大変や。ババン、いきなりですが問題です。岐阜県の県庁所在地は、県庁所在地、県庁所在地、津。逆にメガネかけてみるとか、メガネとかだったらなんか口に伊達目とかならあるんですよ。カラコンするなら髪も染める方が、確かに目の色がね急激に変わっちゃうから。岐阜県県庁所在地って名古屋、あの愛知県名古屋みたいな。津は三重県。岐阜県って岐阜県じゃなくて、違うんだ、岐阜県もあるんだ。これだけど画面にさ、なんかすごい映っちゃうんだよね。岐阜は岐阜？あ、岐阜は岐阜なのね。え、今の引っ掛けとして問題を出したってこと？反射するか、めっちゃ反射しちゃう。しかも髪の毛さ、今上げてるから合わないんですよね。普通にガリ弁みたいになっちゃう。勉強できるようになりたいな。でもさ、頭がいい人も苦労してないわけじゃないけどさ、頭悪い人も苦労してないわけではないんですよね。難しいことだ。ハリーポッター風、確かにハリーポッターも見たこともないんだけど、写真とかはあるけどね。
メガネかけると休み時間読書してそうな感じの子。ああ、休み時間は読書してなかったな。普通に家ではね、小説とか読んだりするんですけど、まあ、漫画ももちろん読むんですけどね。小説。ケーキ王子のメスペシャリ、スペシアリって、メスイリっていう本がですね、面白いでございます。探偵系なの。できないはできないでつらいね。つい読んでると眠くない。ああ、でもそういう人もいるよね。確かに。ちょっとランキング読んどこう。ちょっと読んどきますね。すいません。13位、たくさん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 。12位、こんちゃんさん。11位、おぐりんさん。10位、長井いまるさん。9位、あほさかさん。8位、ぐったりさん。7位、イエスくんさん。6位、ふゆやまさん。5位、かなざわさん。4位、まめにいさん。3位、ゆうきのめがねさん。2位、みほさん。1位、こーらさん。ということで、ちょっと先に読んどきました。失礼します。そういえば、イヤリングどんなしてたの？イヤリングは、ここにありやした。こちらです。これケイトちゃんにもらったんです。 NNB のルアさんの塩付き、ケイトちゃんにもらいました。最近の楽しみは何ですか？最近の楽しみは、趣味か今そんなにないんですけど、でもなんか家がどんどん、家がっていうか自分の部屋をどんどん綺麗にしてるのが今楽しみでございます。あと5分でゲストが始まる。そうなんです。本日9時からですね、ルカさんとあゆかさんとゆうの3人でのラジオなんですけど、今日は9時からですね。岐阜県に住んでないよって方はアプリの方を使っていただいて、ぜひ一緒に聞いていただければなと思います。この配信が終わってすぐ始まります。というかこの配信が58分ぐらいに終わらそうと思うので、2分間ぐらい待機でお願いします。絶対に聞かないとだ。あ、それでハッシュタグつけながら、パーソナリティおめでとう、ありがとうございます。ゆうさ、岐阜県の駅、本当になんか名駅みたいな感じだからすごい広いなって。この間岐阜県を2回ぐらい前の岐阜ちゃんの収録行かせていただいたときに、西と一緒に行ったんですけど、その時に探検してですね、岐阜県を終わった後に。指ハート作ってください。指ハート。ツアーで行った時思ったらでかいなって。え、そう、ツアー行った？広いよね。本当もなんかさ、普通に思うんだけど、なんか岐阜県とか、あとどこだろう、それこそ三重とか、なんかそういうところってなんか空気きれいだなって、なんかその地に降りただけでなんとなく感じちゃう。それで初めて行った。あ、そうなんだ。三重じゃないんだ、静岡とか。こっちの方は、仕事終わったら帰ろう。ぜひラジオを聞きながらお願いします。
球は水がきれい。そうなんだ。でも川がでおしりんさんがラジオで言ってた。ということで57分あと1分だけど終わりたいと思います。ということでラジオ聞きましょう。一緒に聞きましょう。ではまたいつか急に配信しだすと思うので、握手会再開したら今日の服また着てほしい。あ、季節が間違ってなかったら着たいと思います。ではラジオで待ってます。バイバーイ。